日銀マイナス金利解除25年度を想定。日本生命の大沢氏。日本経済新聞。2023年9月19日11時30分。会員限定記事、米印無料会員登録してご覧ください。日銀の植田和男総裁が示唆したマイナス金利解除の可能性をめぐり、日本生命保険で運用を統括する大沢明子常務執行役員はメインシナリオでは2025年度を想定していると話す。今後の春闘、春季労使交渉で持続的な経済成長とともに賃上げやインフレ動向を確認するのが条件という。大沢氏に今後の日米の金融政策の見通しや運用方針を聞いた。解除観測少し行き過ぎ、春闘の見極め必要。マイナス金利の早期解除が意識されています。年内にも解除と受け止めるのは少し行き過ぎの印象だ。植田総裁は従来、賃金上昇を伴う持続的な物価上昇の実現を指摘しており、観測が広まったきっかけである読売新聞のインタビューでも、そこはしっかり見ていくと述べている。これまでとあまり変わっていないのではないか。この1ヶ月程度の日銀の副総裁や審議委員の発言を見ても、我々の見方はあまり大きく変わっていない。発言はまちまちな印象もあり、投資環境が変わるのかを見極めていく。マイナス金利解除の条件は何でしょうか。今後の春闘などを見て持続的な経済成長とともに賃上げやインフレを確認できない限り、確信が持てない。企業の価格転嫁は確実に続いており、直近の決算を見ても日本企業の収益は想定よりも強い。この傾向が続けば、それなりの結果が出てくるのは十分あり得る。解除はいつ頃の想定でしょう。メインシナリオではあと2回の春闘を見た上で25年度と想定している。賃上げ動向次第では24年度に前倒しというサブシナリオも考えている。解除する前には日銀からいろいろなメッセージが出てくるだろう。日銀のオペを中止。国内債はどのような運用方針でしょうか。長短金利操作、イールドカーブ、コントロール、YCC、修正後の金利上昇がある程度進んだところで、少しずつポジションを増やしていくという揮発の方針は変えていない。超長期債の購入で、利回りの絶対水準という意味では一つのメルクマールが、2% 弱である予定利率だ。金利の方向性も大きなポイントだ。どのような市場環境の下で 2% という金利がついたのか次第で投資のスピードや規模は変わっていく。金利が急速に上昇する場面では投資家は手が出せないだろう。ここから金利がどう動くか見極めたい。YCC の柔軟化で市場機能は改善しているでしょうか。8月の債券市場サーベイでは市場の機能度は少し改善していた。YCC の許容上限を事実上 1% に引き上げ、イールドカーブの歪みが解消されて市場機能は改善に向かっていると思う。もっとも日銀は、金利形成を完全に市場に任せているわけではない。長期債や超長期債については、緩やかに市場に戻していただけるとありがたい。我々は長い年限の債券を買っているので、超長期債の買い入れオペ、公開市場操作を重視している。日銀が金利形成を市場に任せる形で買いオペを減らしていくなら、それはメッセージの一つとして受け止める。ヘッジコストはだかとどまり続く。米国経済は底堅いとの見方が広がっています。米国の景気は想定より強く、特に雇用が強い。リセッション、景気後退、か。景気のソフトランディング、軟着陸、かと言われていたが、景気は減速しないという、ノーランディング、無気陸、
との見方も出ている。今後の米経済は慎重に見ており、米連邦準備理事会、FRB、による利下げ時期は24年1から3月期と予想している。ただし、ゴズレリスクを考慮したサブシナリオの確率も高まってきた。為替変動リスクを回避したヘッジ外債運用に見直しはありますか？ヘッジコストが高止まりする期間は長くなると想定している。インフレは多少落ち着いているが、FRB が目標とする水準へはまだ距離がある。すでに低利回りのヘッジ外債を少し売り、高い利回りの債券に入れ替えた。ヘッジなしのオープン外債はいかがですか？横ばいあるいは減少としていた、期初とあまり変えていない。為替は確かに円安に触れたが、日銀は出口を模索している段階で、米国ではインフレ率が着実に下がっており、米景気は減速へ向かっている。日米金利差で決まる円相場は上昇に転じるとの予想は変わらない。円相場は一気に50円程度動いてもおかしくない状況で、オープン外債は為替差損が膨らみかねないため、増やしていない。日経クイックニュース、NQN、聞き手は佐藤梨社、寺川明花。アングル、米 FRB の高波姿勢、市場に衝撃。高金利維持に懐疑的見方も。ロイテルズ、ダバイド・バーブ・サラ、デビッド・ランドール。2023年9月21日午後。4時4分 GMT プラス91日前更新。ニューヨーク21日ロイター。長期間にわたって金利を高水準に維持する米連邦準備理事会、FRB、の計画は今後数ヶ月。株式と債券を圧迫する可能性がある。だが FRB がこの方針を維持することに一部の投資家は懐疑的だ。FRB は20日まで開いた連邦公開市場委員会 FOMC で予想通り金利を据え置いた。その一方で高波的なスタンスを強め、年内の追加利上げを想定したほか、金融政策は2024年を通して従来の予想より大幅に引き締まった水準に保たれるとの見方を示した。FRB は20日まで開いた連邦公開市場委員会 FOMC で予想通り金利を据え置いた。その一方で高波的なスタンスを強め、年内の追加利上げを想定したほか、金融政策は2024年を通して従来の予想より大幅に引き締まった水準に保たれるとの見方を示した。金利が長期間高水準にとどまれば、株と債券には望ましくない展開も予想される。米国債利回りはすでに07年以来の高水準にあり、金利が高とどまりすればさらに上昇する可能性がある。S&P 総合500種指数、SPX は年初から 15% 上昇しているが、利回り上昇が加速しているため7月下旬の高値から伸び悩んでいる。クリアブリッジ、インベストメンツの投資戦略アナリスト、ジョシュ・ジャムナウジは利下げがいつ行われるかについては、予想される結果の幅が広がっており、年末に向けてボラティリティが高まるかもしれないとの見方を示した。ただ、市場の少なくとも一部は FRB が金利を高水準に維持することに疑問を抱いているようだ。米短期金利先物市場は20日夜の時点で、FRB が来年金利を合計60ベーシスポイント、BP、近く引き下げ約4.8% とすることを織り込んでいる。FRB 当局者の予想は5.1% だ。米短期金利先物市場は20日夜の時点で、FRB が来年金利を合計60ベーシスポイント、BP、近く引き下げ約4.8%
8% とすることを織り込んでいる。FRB 当局者の予想は5.1% だ。TD セキュリティーズ USA の米国金利戦略部門責任者ジェナディ・ゴールドバーグ氏は、FRB は可能な限り高波的なシグナルを送ろうとしているようだ。市場がそれに耳を傾けるかどうかが問題だと指摘。景気が減速し始めれば FRB のドットチャートの予想が維持されるとは思わないと語った。米経済はどの程度底堅いか。FRB は22年3月以来、計 525BP の利上げを言った。これが経済にどの程度浸透したか。そして金利が24年の大半も現在の水準にとどまった場合に成長が維持できるかどうかが多くの投資家にとって重要な問題だ。パウエル FRB 議長は経済が堅調なら、これまでのインフレ対策と比べて成長や労働市場への打撃をはるかに低く抑えながら、金融状況に圧力を加え続けられると述べた。ただエネルギー価格の上昇、米自動車労働組合のストライキ、政府機関の閉鎖、学生ローンの返済猶予の終了など、経済の軟着陸見通しを不透明にする短期的なリスクが浮上している。24アセットマネジメントの米クレジット部門責任者デイビッド・ノリス氏はインフレは正しい方向に進んでいるが、成長には多くの逆風が吹いていると述べた。ヴァンガード、フィクスト、インカム、グループのシニアポートフォリオマネジャー兼米国債部門責任者ジョン・マジーレ氏は、債券利回りはピークに近く非常に魅力的にまみえるとの見方を示した。利回りが上昇する余地はあまりないだろう。したがって長期投資家はこの水準ではデュレーションリスクを追加し、下落があればさらにリスクを追加するために利用すべきだと語った。金利のピークへの賭けはこの1年間で何度も投資家に裏目に出てきた。経済成長が予想以上に強く、23年中にリセッション、景気後退、入りするとの予想を見直さざるを得なくなり、FRB が利下げに転じる時期についても先延ばしを強いられた。ロシアに対しては食料支援のほか、原子力潜水艦や、しかし前述の乗り数字は、金利が高止まりすれば軟着陸のシナリオが危うくなりかねないと指摘。金融政策がこれまでと同様に制限的であればハードランディングの可能性は高くなると話した。アメリカ国防省のミラー報道官は、武器供与が決まれば。